ドブレラーノ、おはよう。今日は前回に引き続きチェコ共和国のプラハをみんなに紹介しちゃうって話よ。じゃあ朝からプラハを徘徊するってことで、今日のゆりちゃんのファッションチェックやっちゃいます。 T シャツはイタリアのコスタノアール、デニムは日本の K 村上っていうブランドのストレートデニム履いてます。スニーカーはローカットの純白ナイキ、サングラスはややパンチの効いたプラダちゃん、チェーンウォレットはイケイケのモスキーノちゃん、そして出先で困らない程度に顔は作っといてね。あとは優雅な所作があればこの街はもう私のものね。さてと、この重厚感たっぷりのホテルの入り口を出て光合成しに行きましょう。鐘の音ってほんと捨て、なんか鳥がうるさい。はい、深呼吸します。朝起きて早速外出ちゃったらこの絶景よ。ねえ、信じられます？ほんと視力戻った、絶対心が洗われたわ。もうどんだけ日頃汚れた心を持ってるかって話よ。やなちゃん、今日はこれからプラハ観光ってことでね、まずはみんなにチェコの基礎的な部分知ってもらいたいなって思ってこんなの作っちゃった。チェコ共和国、国旗はこんな感じで、青は空、白は清潔、そして赤は自由のために流された血を表してるんだって。なんか急に根深い。首都は皆さんご存知プラハ。面積は約 78,866 平方キロメートルで、これは日本の5分の1しかないんだって。人口は1,065万人、そのうちの120万人はプラハに住んでるんだって。言語はチェコ語。今日朝一で放ったドブレラーノはチェコ語のおはようっていう意味なんだって。時差は日本のマイナス8時間。今回は6月に行ってサマータイムだったんだけど、もう待てど暮らせど夜景なんてちっとも見れやしないじゃないのよ。通貨はコロナ。やだ、初耳。大統領は2013年に就任したミロシュ・ゼマン氏、75歳。お顔立ちはこんな感じになります。まあ年相応といったところね。チェコ共和国独立の歴史物語、始まり始まり。昔々、1989年、やだ私が生まれた年、ビロード革命によりチェコスロバキアが誕生。皆さんもチェコスロバキアワンセットで覚えてる方も多いんじゃないかしら。1992年、選挙でチェコとスロバキアはどちらも分離派政党が勝利。何何、急にやっぱり私たち別れようみたいな話。6月、分離の協議がスタート。え、急に。8月、連邦解体の合意文書発表。ちょっと待って。11月、分離のための法律制定。嘘、早すぎない？12月31日、改修発表。嘘でしょ。そして1993年1月1日、チェコスロバキアが分離。これビロード離婚とも言われてるんだって。しかもたった半年のスピード離婚だよ。やだ、今っぽい。でもこれはね、対等な話し合いで平和的に分立を成し遂げて世界をあっと言わせた歴史的な出来事で、そこに一滴の血が流れることもなく暴動が起きることもなかったんだって。チェコとスロバキアの円満協議離婚、私と一緒。さあ、チェコの歴史がざっくり分かったら早速念願のあの場所へ潜入よ。ホテルのすぐ裏のストラホフ修道院の敷地内に図書館があるんだけど、まあとりあえず黙って見てみなさいよ。やだ、召される。これが本当に図書館？ここは哲学の間といってね、18世紀に作られたらしいんだけど、天井までぎっしりと中世の歴史書が並んでるの。この天井は美しいフレスコ画の人類の精神史。さすがの私もこれには言葉を失ったわね。続きまして、こちら神学の間でございます。こっちは16世紀に作られたみたいなんだけど、哲学の間のような高さのある開放的でダイナミックではないものの、美しいアーチ型の天井にはより細かく繊細な細工が施されたフレスコ画を見ることができるのよ。ため息もんだわ。さあ、もうちょっと街を歩いてみましょう。ちょっとストップ、イケメンの肉体労働発見。で、これ何やってんの？嘘、これもしかして道路の工事じゃない？石畳の工事ってこんな風にすんの？もうこれただの拷問じゃない。なんか泣けるわ。けなげね、けなげな男、嫌いじゃない。さてさてさて、
お腹空いたら戦できないからね。ランチしましょう。ランチランチ。今日のランチは地元民から愛されているという噂のチェコ料理が楽しめるこのお店に決定。チェコと言ったらやっぱりビール。この昼間から飲むチェコのピルスナーがサイ&コー。ちなみにこの 0.5 リットルのジョッキで42コルナ。日本円にしてなんと190円です。おったまげ。それでメインディッシュはこれこれ。チェコの伝統的な料理ビーフグラーシュ。要はビーフシチューよ。お肉はほろっと柔らかくも濃いめの肉肉しいお味でさっぱりとしたピルスナーによく合うやつ。はい、ここで急に始まります。ビールをよく飲む国ランキング。5位、ルーマニア。あれ、そもそもルーマニアってどこでしたっけ問題。とりあえず1人当たり95リットル年間飲んでるらしいです。4位、ポーランド、99リットル。3位、ドイツ。あら意外、100リットル。2位、オーストリア、107リットル。そして輝く第1位、チェコ共和国、183リットル。いや、それは飲みすぎです。ちなみに25年間ずっとこの1位を独走しているらしいです。まだまだ続きます。ゆりちゃんのチェコに関する絶妙な無駄知識。次はチェコに来たらこれを飲まずして生きては帰れないというご当地ビール3選手のご紹介です。向かって左手に見えますのはピルスナーウルケル。これこそが現在全世界で飲まれているラガータイプのピルスナービールの本家本元。光り輝く黄金色に爽やかな切れ味が特徴です。続いて中央に見えますのはブドバイザーブドバル。日本でもよく知られるアメリカのバドワイザーはこのブドワイゼルが本家。私昔やりたかったのよね、バドガール。ラストを飾るのはヤギのラベルが印象的なコゼル。このメーカーの売りは何といっても黒ビール。深いコクと麦の甘みを楽しみたい方におすすめ。ビール博士になったところで次はプラハの代表的な見どころの一つ、機械仕掛けの天文時計を見に行きましょう。からくり人形のショーは1時間おきだから今からならちょうど間に合うわ。ゆりちゃん走ります。あ、ざわついてる。始まるわよ。ドキ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 。あ、確かにちっちゃい人形がちょろちょろ動いてるわね。え、待って、窓封鎖されました。ちょ、お前ら封じゃないよ。え、終わり？嘘。バイバイって。やだ、札幌時計台をよく知るドサンコもびっくり。さて、気を取り直してなんかスイーツでもいただきたいわね。この可愛いお馬さんでパカ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 していきたいんだけど、第一次時計台ショックで私今そんな気分じゃないわ。よって徒歩。到着しました、カフェルーブル。国立劇場のすぐそばにあるこのカフェは1902年創業の100年以上の歴史を誇る老舗カフェ。あのフランツ・カフカやアルベルト・アインシュタインが通った場所としても知られています。階段を上がるとそこはもう夢の世界。可愛いピンクのデザインが印象的で、広々とした空間でゆっくりといただくコーヒーは格別。ケーキはヨーロッパあるある、鼻血ブーブーになるほどの激甘です。あら、日が暮れてきたわよ。今日もこの美しい景色を拝みながらホテルへ帰りましょう。ほら見なさいよ、ノンフィルターでこの美しさ。生きててよかった。今回も動画を見ていただきありがとうございました。この動画が嫌いじゃないという方はぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。